朝枕元プレゼントママこれはどんなお話宇宙を夢見た少年のお話ある夜その少年は宇宙へと彼女に別れを告げ人類のために勇敢に飛び立ったアストロノーツあなたは待ってあの頃の思い出を待ってどこまで行けるでしょう太陽系を超えた頃ずいぶん遠くまで来たようだパパ元気にしていますか甲子園は途絶え語りかける日々地球を飛び出してから今何年パパと同じ年だよ想像と違う未来だ怖いなアストロノーツあなたを思ってあの頃の頃の